疲れっぴー、ウッキーだよ。はい、本日はね、ちょっと実行会の登場の仕方を真似てこういう感じで出てみました。今回はこちらのガチャを使ってやっていきます。金額、ジャンル、種類、こちら3つのお題を1個ずつ取っていって、出たお題には可愛い景品を取っていきます。それでは1000円、男の子系、面白いやつ。今回は1000円で男の子系の面白いやつ、ちょっと探してそちらを取っていきます。では行ってまいります。はい、それではね、男の子系の面白いやつ見つけました。こちら、キャタピラタイプのラジコンですね。こちら BB 弾も出ます。だから大砲撃てるね、大砲撃てるタイプのラジコンになります。こちらね、ちょっとね、さすがに男の子系だけあってかっこいいですね。こちらをちょっとゲットしていこうと思います。それでは1回目いきます。これは1回どうやってなるんだろう。とりあえず鳴らしていこうか。素直に真ん中でやってみよう。お、いい感じ、いい感じ。おお、やばいね、うまい具合に、しかもキワキワ。ただ、ただね、皆さん気をつけていただきたいのが、これ落下したらやばいやつです。落ちちゃったら多分戻らないタイプのやつです。それでは2回目、したらちょっと今手前見に来ちゃったから、そう、手前目狙ってちょっと押してあげようかな。あー、失敗した。3回目、もうちょっと余裕を持たせて持ってもらうかな。こんな感じかな。うん、いい感じ、いい感じ。よし、いけた、いけた、いけた。で、今度は手前側の真ん中、同じところですね。同じところを狙って、今もまだ若干こっちに寄ってきちゃってるんで、逆に奥側が落ちないようにやっていこうかな。では4回目、これ結構さ、キワキワ楽しいね。今回はちょっとギリギリじゃないけど、あ、でもそうでもない。こういう感じでずらしていったらとっても楽しいね。で、今やっててちょっと感じたのが、ポイント的に真ん中目を狙って、手前、奥、手前、奥って若干ね、交互に狙ってた方がいいかもしれない。あくまで端っこ狙うんじゃなくて真ん中目のところで、そうすると直そうとしても、普通に動かそうとしてもちゃんと動いてくれるから、一石二鳥だね。次は真ん中目の奥、ちょうどいい感じの、ね、ギリギリ具合だね。うん、いい感じ、いい感じ。お、お、来た、これ来た、これ超キワキワ。お、来た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 。いいね、なんか今回調子いいね。いい感じ、いい感じ。まあね、こういうことやってるとね、調子が悪くなりそうな気がする。フラグって意味で、それを人がフラグというみたいな。よし、来た。で、いけるか、いけるか。来た。
ごくない？やばくないこれ。バトルタンクだって。バトルタンク、 BB バトルタンク、 BB 弾が発射できるラジコンですね。面白い。で、コントローラーはこんな感じらしい。で、みんな見てもらうと、こっちの方がいいかな。ここの部分を見てほしいんだけど、ここのハッチが開くんだって。で、このハッチの中に BB 弾を補充してあげるんだって。ちょっと変わったやり方だね。今回はこちらゲットいたしました。本当はね、開けて遊びたいんだけど、ちょっとこれでかいから、お店のお客さんに迷惑かかっちゃうから、今回は開けないで、こちら皆さん鑑賞をじっくりゲットして鑑賞してください。今回はね、こちら10回ぴったりでゲットすることができました。皆さんもね、こちらの景品だいたい1000円くらいでゲットできる代物なので、ゲットしてみてはいかがでしょうか。それでは今日の動画はここまでです。見てくれてありがとうございました。こちらの動画のチャンネル登録や高評価、コメントなんかもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回のヌッキーの動画でお会いしましょう。バイバイ。